のクラスにもこんなやつ必ずいてたで。消しゴムの角を使っただけなのにめちゃめちゃ怒るやつ。コンパスで机に穴開けて消しゴムのカス詰めてるやつ。夏休み明けに異常に体がでっかくなってるやつ。喋り出すと声のトーンが妙に高いやつ。太っているのに動きがめちゃめちゃ速いやつ。どっちボールを横目で投げてるやつ。ペットボトルのキャップでジュースをおしゃくしてるやつ。じゃないものさはあった友達に向かってバリア。アホが見るあの鉄。アホが見るあの鉄。アホが見る書いた名札の文字がいいように滲んでるやつ。だるまさんが転んだで止まるとき変なポーズしかしないやつ。ビスケットを口いっぱいに詰め込んで一気にブワッと吹き出してるやつ。一人だけジャージや体育館シューズの色が違う転校生。ゴミ箱に座ってケツが抜けなくなるやつ。下敷きでスカートの中を入れるやつ。普段はガサツなのに図工の時間になると職人ばりに繊細な芸術品作るやつ。バケツに水を入れてくるくる振り回し遠心力。さあみんなが参加するコーナーやってみた。チャッチャチャララルでビート上げておー生きるぞ。さあもうすぐよいよいかせーの。あチャッチャチャララル。あーよしパンチャー。よーしどうもありがとう。マジックで腕に時計を書くやつ。するときにヘッションやオンダラポッキャスしねー。